シグナル出ました。さっき2本負けたから、これでやっと取り返すって言っても、ちょっと手数料分だけでですね、まあ手数料は頑張ってくれてるから、この会社が作れなければ、ね、他でも必要するけども稼ぎやすくなりますよね。この会社大事にしたいと思います。一応3万くらい稼いでるわけですからね。1億円だったら30億か1週間で稼いでるわけですね。ちょっとやばいな。上がっちゃうか。こちらですね。14時49分10秒に新聞が来たんですね。これが上がっちゃってるね。怖いな。どうだろう。上がっちゃうかもしれないな。上がっちゃってんな。けどどうかな。どうでしょうか、これ。下がってくれればね。落ちてくるとか心配したけど、これ子供用の化粧水というか、普通のね、ポピュラーなやつ、男は使ってます。一番いいね、安くてね。このヘチマというのが安くていいんですよ。手汚れた時に拭いたりとか、顔がね、ベタついた時、汗かいた時にね、拭くんですね。
今までのシグナルで勝ちそうですね。はい、勝ちました。ここを出していって、で、これを出していって、これを出して、で、ウィンドウを表していって、で、これかな。これでね、分析開始しましてシグナル待ちですね。ということですね。この繰り返しですね。シグナル来たらまた手で打ってね。